くだらない話ね。言うと。作り話にしたって三流すぎ。言うと。バカバカしくて聞いてられないわ。言うと。なんなの？なんで私は泣いているの？はい。君もいつか道を間違えてる人を見つけるかもしれない。だからそんな時は君が直してあげるんだ。君ならそんな風になれる。姉ちゃん。きっと今がその時だよな。はい。俺は。いや。俺たちは何があってもお前を絶対に一人にはしない。あの時と同じでお前が今どうしてこうなっているのかはわからない。だけど。これから先どんな辛いことがあったって俺たち兄弟。それだけじゃない。みんなが、お前にはついている。だから、戻ってこい。みんながついていてくれてる。私は、一人じゃない。はい、おやい、しっかりしろ。ゆうと。なんだか久しぶりに見た気がする。ごめんね。私、シャメイマルさんに頼まれて不思議な現象を調査しに行ったんだけどね。その調査中に、閉じっちゃって。ゆうとにはひどいこといっぱいしちゃった。はい。いいんだ。誰だって間違えることはある。本当に大切なのは、間違った後何をするかなんだよ。えへへ。なんだかお姉ちゃんに似てきたね。あ、そうだ。お姉ちゃんに、伝えてほしいことがあるんだ。舞さんがみんなを洗脳しているって。舞さんってあの解放軍の時一緒にいた舞さんか。うん。あの時私見ちゃったの。これは。その後私もすぐに捕まって。そうか。よし、じゃあ早く一緒に戻って姉ちゃんにこのことを伝えないとな。そういえば、さとりさんと小石さんは？あの人たちも私と一緒にこの件の調査をしてたんだけど。そういえば、さっきまでそこにいたはずなのに。なんだ。あんたは。舞さん。ここは、どこ？私はなんでこんなところに。あれ？ヤミちゃん。おい、ヤミちゃんどこ行くの？あれ？あれ？全力で走っているのに。ヤミちゃん待って。行かないで。待って、ヤミちゃん。夢？うぷぬし。おいうぷぬし。どうしたの二人とも。大変よ。ヤミちゃんが消えちゃったの。え。舞さん。そうか。あの人たちが仲間を呼んだのか。この人数、俺一人ならなんとかなるが、背負いの愛をかばってとなると。はい。少しずつでいい。お前だけでも逃げろ。いや、逃げるなら一緒に。状況を考えろ。二人とも無事にこの場から逃げられる可能性はゼロだ。でもお前が逃げる時間を稼ぐことなら。ゆうと、絶対に一人にはしないって約束したでしょ。だからお前にはみんなが、私がいなくなったら、今ゆうとが、
兄ちゃんが一人ぼっちになっちゃうでしょ。どんな時でも一緒だよ。くだらない。信頼だの友情だの愛情だの、見ているだけでもムカつきます。やれ。姉ちゃん。お姉ちゃん。ごめん。ヤミちゃんが消えたってどういうこと？正確に言うと消えたっていうよりどこにもいないのよ。私もさっき霊夢のやつから連絡があって、ヤミちゃんが遠くに行っちゃう夢を見たっていうから不安になっちまってさ。え？今なんて。いやだから、ヤミちゃんが遠くに行っちゃう夢を見たっていうから。いや、本当はそれだけじゃない。実は私も同じ夢を見たんだ。だから余計に不安に。私も。え？私も同じ夢を見た。うぷ主。うん。探しに行こう。メールだ。どうかした？エイリンのやつが闇について少しでもおかしなことがあったら、すぐに連絡してくれって。エイリンはきっと何か知っているのよ。それじゃあまずはエイリンのところに話を聞きに行こう。ああ、もしかしたら闇がどこに行ったのかわかるかもしれねえしな。あなたたちが直接ここを訪れるということはあの子のことで何かあったのね。ああ、闇が突然いなくなっちまったんだ。しかも私たち三人が、闇が遠くに行ってしまうっていう夢を見たの。三人が同じ夢を。ねえエイリン、闇ちゃんに一体何が起きているの？あなたたち、あの子はどうして生まれたのかわかるわよね。そりゃあ、負の感情が元で生まれたって。そう、もともとは負の感情からできた存在。だけどあの子は変わった。あなたたちと触れ合い、変わっていった。いえ、自分から変わろうとしていた。だけど、負の感情が元で生まれた存在に正の感情が芽生えたら。まさか。そう。あの子の存在自体が消えてしまう。そんな。そんなのあんまりだよ。なんとかなんねえのかよ。あの子が消滅するまでの時間があまりにも短くてこれ以上は。ヤミちゃんは自分が消えちゃうって知っているの。ええ、先日本人に直接伝えたわ。このままじゃあなたは。ああ、私も前々から薄々気づいていた。当然だよな。私は憎しみだの恨みだので生まれた存在だ。そんな奴からそんな感情が消えちまったら存在自体も消える。でもそれでいいと思ってる。あいつらに出会えてよかった。本当によかった。私はあの子の残された時間を少しでもいいものにしてあげたいと思い、分離薬を作り、仮の肉体を与えてあげた。仮の肉体はウプ主が持つ狐族特有の現実力を使っているから、ウプ主が生きている限り存在することはできるのだけど、魂の消滅は止められないわ。せっかく仲良くなれたのに。ヤミちゃん。勝手に納得して消えようとするなよ。でも、消えちゃうってこと分かってて受け入れていたのに、どうして姿を消したんだろう。確かにそうだよな。きっとどうしてもやらなくちゃいけないことがあるのかも。ヤミちゃんはもともとは私の派生。私だったらこんな時どうする？どこに行く？何をする？もしかして、どこに行ったのか分かったよ。え、本当に？はい、ユウト、大丈夫か？あなたは？ヤミさん。私も一応あいつと。同じだから、その、姉ちゃんって呼んでいいぜ。お姉ちゃん。こいつらマイさんに操られてるんだ。一体マイさんはどうしてこんなことを？おいおい、お前らの相手は私だ。よそ見すんじゃねえよ。
私の弟と妹には絶対に手を出させねえ。すごい。なんて強さだ。舞さん。ここは私たちが。おい舞。なんであんなに人間が大好きだったお前が。人間を操ってこんなことやってんだよ。あの時のお前は一体どこへ行っちまったんだ。そう、ピラニーのアジトから子供たちを救ったあの日のお前は。罠があるかもしれない。気をつけろ。うわ。あ、ありがとうございます。ああ、これくらい構わない。このアジトに君が探しているものもあるといいな。だといいのですが。子供たちはこの下にいるな。ええ。これは一体どういうことだ？なんだあれ。あ、ありました。あれ？私たちは一体何を？あ、助けてください。僕たちここに閉じ込められているんです。ああ、もちろん今助けてやる。この首飾りお前が取った瞬間子供たちは正気に戻った。一体この首飾りは何なんだ？舞、その首飾りはどんなものなんだ？これは、私たち、氷家族に代々伝わる首飾りです。この首飾りは、氷家族の直当主が身につけていないと、周囲の人々の心や体を蝕み、災いをもたらしてしまうんです。なるほどな。子供たちの様子がおかしかったのは、その首飾りお前が身につけていなかったからなんだな。はい。よし、子供たちを町へ送り届けよう。お父さん。父さん。お前たちなんで、夢じゃないよな。このお姉ちゃんたちに。あれ、いない。よく、帰ってきたな。団長。人間って、素敵ですね。バカバカしい。人間なんて、みんな、卑劣で強欲で傲慢で野蛮で嘘つきで醜い生き物です。そんなことねえ。人間はそんな奴らばかりじゃねえんだよ。私に歯向かうのなら、たとえ半人であろうとも容赦はしませんよ。確かに人間はひどい奴ばかりだ。って私も最初はそう思っていた。だけど、そうじゃないって教えてくれた奴らがいた。ずっと暗闇の中にいて、お前と一緒にただ無意味に人間を支配していった日々より、今の方がずっと楽しい。だから、私に残された時間をお前にやる。あいつが私を救ってくれたように、今度は私がお前を暗闇から救ってやる。来い、舞。お前の全てを受け止めてやる。私を受け止める？裏切り者がよくそんなことを。消えなさい。私は諦めが悪いんだ。その威勢がいつまで持ちますかね。へ、なんと言われようがお前を救う。ほら、遠慮すんなよ。黙れ、団長の抜け殻の分際が。あなた、さっきからこちらの攻撃を防ぐばかりで、戦う気あるんですか？ああ、あるさ。だけど、私の剣はお前を斬るためにあるんじゃない。バカバカしい。それにお前も、本気で戦ってないだろ。私が本気じゃない？ふざけるな。いっちゃんよ。私を置いていかないで。あなたは幸せに生き。お前本当は、私は人間が憎くてたまらない。その気持ちに偽りはない。じゃあ試してやるよ。
一体どういうつもりですか？来いよ。やれるもんならな。ふざけるな。やっぱりな。お前、本当はこんなことしたくないんだろ？く、勘違いしないでください。剣を捨てた相手に剣を使うのが気が引けたからです。じゃあ素手で来いよ。お前の全てを受け止めてやる。お父さんとお母さんが受け止めてやる。思い出したく、人間を一つに統一するんだ。そうすれば全てが返ってくる。そう、約束したんです。え、約束？誰と？わからない。思い出せない。思い出したくない。そんなもんか。く。さっきよりも威力がねえな。やっぱりお前はこんなこと本当はしたくないんだろ。もうこんなこと、したくないです。お父さんとお母さんのためでしょ。戦うしか、やるしかないんです。お母さん、お父さん、私ね。大きくなったら団長みたいな人間と半人が仲良く暮らせる世界を作れる人になりたい。舞ならきっとなれるわよ。そうだな。なんたって舞は俺たち老家族の実当主だからな。それにしても首飾り見つかってよかったわね。盗まれたってなった時はどうなることかと思ったけど、素敵な方にも出会えたみたいだし、やっぱり解放軍の人たちに依頼して正解だったわね。うん。ん？一体どうしたんだ？に、人間が、集団で、早く逃げ、ろ。おい、大丈夫か？く。なんだ？一体何が起こってるんだ？助けてくれ。人間が集団でいきなり襲ってきたんだ。村の用心棒たちは不意打ちでみんなやられちまった。もう当主のあなたしかいないんだ。頼む。あなた。舞、お前はここに隠れてなさい。お父さんたち少し行ってくるから絶対ここから出たらダメだぞ。行っちゃいよ。お父さん、お母さん、行かないで。舞、お母さんたちはずっと舞の幸せを願ってるからね。生きて幸せになって。お父さん、お母さん、行かないで。お父さん、お母さん。みんな、し、お、父、さん、お、母、さん、どこ？いない。そっか、きっとうまく逃げられたけど、何かトラブルがあって戻ってこれないとかかな。きっとそうだよね。絶対。お父さん、お母さん、寂しいよ。君が舞ちゃんかい？誰ですか？私は君のお父さんとお母さんから伝言を預かってきてるんだ。お父さんとお母さんから？そう。君のお父さんとお母さんはいろいろあって今すごく遠いところに行くことになったから、私が代わりに伝言を頼まれたんだ。じゃあ、伝えるよ。前へ。この伝言が君に伝わったということは、君は村のあの惨状を目の当たりにしたことだろう。私たちは人間が憎い。無抵抗の私たちを何の意味もなく殺し回った人間が憎い。舞、私たちの仇を討ってくれ。そしたらきっとまた会える。だってさ。お父さんとお母さんにまた会える？君が人間を支配できたらね。
わかった。お父さん、お母さん、待ってて、私、頑張るから。その日から私は、お父さんとお母さんにまた会えるという言葉だけを信じて生きてきた。どんなに辛くても苦しくてもそれだけを頼りに生きてきたんです。だから。助けてー。やっぱり私にはできません。じゃあお父さんとお母さんを諦めるかい？あ、そうだ、一ついい方法があるんだ。その心を凍らせるトゲで自分の心を凍らせたらためらいがなくなるんじゃない？え？ほら、お母さんとお父さんのためだよ。ごめんね。お父さん、お母さん。これでこの町の人間は全員ですか？まだ帰ってきてくれないのは私の支配がまだ足らないからですよね。だって私がたくさんの人間を支配していったら、お母さんとお父さんが帰ってきてくれるって約束しましたから。だから私はもっと、もっと頑張らないと。きっと、死んじゃってなんかいないですよね。だから、たとえ間違っていたとしても、私はもう、引き返せないんです。いや、まだやり直せる。まだやり直せる？ふざけるな。私だって途中から気がついてました。お父さんとお母さんが死んじゃってることくらい、こんなことしたって何の意味もないことくらい。でもこうやって信じ続けていなかったら、こうやって思い続けなかったら、私はどうやって何を頼りに生きていけばよかったんですか。それに私が今までやってきた罪はもうやり直せるレベルじゃないんです。だから私は、人間を一つに統一したら自分も死ぬってか。それこそふざけるな。死んで何もかも終わりなんて甘いこと考えてんじゃねえよ。お前と初めて出会った時、私はお前に救われたんだ。もう誰も信じられない。消えてしまいたいって思ってた時、お前が仲間に誘ってくれて嬉しかった。それは、わかってたさ。でもな、私がお前に救われた事実だけはお前がどう思うと変わらねえ。あの時お前が声をかけてくれなかったら今頃私はここにはいない。他の誰でもねえ。まあ、お前が救ってくれたんだ。ありがとう。こんな私でも、誰かを救えますか？ああ、お前ならできる。犯した罪を償える日は来ますか？必ず来る。こんなひどいことをした私を許してくれますか？もちろんだ。ありがとう。ごめんなさい。あれ？ここは一体、私たち今まで何をしていたんだろう？ここは一体、何をしていたのかしら？ヤミちゃん、ユウト、アイ。なんだ主、来たのか。なんだじゃないよ。いきなりいなくなって本当に心配したんだからね。そうだぜ、心配したのよ。その顔、何か大きなことをやり遂げたのね。この前見た時よりいい顔してるわ。へへ、心配かけて悪かったな。来てくれて少しだけ、嬉しい。素敵な仲間たちですね。ああ、私にはもったいないくらいのな。あ、そうだ。主、実は私にはもうほとんど時間が残されていないんだ。知ってるよ。だからな、消える前にどうしてもお前に伝えたいことが。
ヤミちゃん。誰だ？てめえは、ビラニーの。やあやあ、ユートくんにアイちゃん、久しぶりだね。てめえが撃ったのか？ふむ。まあそうだね。おじさん、どうして？おじさん。はい。詳しい話はあまり言いたくないのですが、この方が私のお父さんとお母さんのことを教えてくれたり、人間支配で困った時にいろいろ助けてくれたんです。そういうことか。このクズ野郎。クズ野郎は心外だな。僕はただ困ってた人がいたから助けただけさ。まあ多少のジョークは混じってるけどね。一体どういうことですか？君は本当に鈍いな。だから簡単に騙されるんだよ。え？じゃあ問題です。問い1、君たち老家族の村はなぜ人間に襲われたのでしょうか？な、ぜ。正解は、僕が近隣の村の人間たちに、老家族が人間たちを皆殺しにしようとしてるってデマを流したからでした。え？いや意外と大変だったよ。村の人たちと仲良くなって、少しずつ少しずつ君たちへのヘイトをあげていったのさ。まあそこまで行けば最後は簡単だったけどね。一言明日老家族が人間を襲いに来るって言ってやればいいだけだからね。そしたらあら不思議、やられる前にやってやるってなったわけさ。どうして、そんなことを。どうして？そうだなぁ。強いて言えば君の首飾りが欲しかったんだよね。あれを人間のそばに放置しておけば勝手に狂ってくれるし、僕はそんな人間を近くで見ていたいんだ。たったそれだけの理由で、私たちを、お父さんとお母さんを。おいおい、勘違いしないでほしいなぁ。やったのは僕じゃないし。それに、クックック。問いに、僕が君に伝えた伝言、あれはジョークなんだ。では君のお父さんとお母さんが君に本当に残した伝言ってなんだ？まい、人間たちを恨まないで。あなたの好きな人間はひどい人ばっかりじゃない。いつかきっと素敵な人間たちに出会えるから、だから私たちの分まで幸せになって、でした。え？嘘だ。だってお父さんとお母さんは人間を支配しろって。だから、それは僕が君に伝えたジョークだよ。舞ちゃんすぐ信じちゃうんだもんな。まあ、お父さんとお母さんの素敵な思いとは裏腹に。無駄に頑張ってる君を見てるのは楽しかったけどね。許さない。お前だけは絶対に許さない。こいつはこういうクズ野郎だ。昔言ったよな、お前は絶対後でぶっ飛ばすって。今がその時だ。だけど、最後に一つだけ答えろ。なぜ姉ちゃんを撃った？え？なんでって？だってこのままじゃハッピーエンドで終わっちゃいそうだったし。そんなのつまんないじゃん。そうか。もういい。二度と口を開くな。おお、怖い怖い。まあ今すぐこの場で全員殺してやってもいいが、その前に、これから死にゆく犯人の言葉でも聞こうかな。ヤミちゃん、お願い。死なないで。ぬし、ごめんな。もうお前の顔さえ見えねえ。そんな体になるまで。お前たちには散々迷惑かけちまったな。ごめん。私本当はな、二つに分かれてから初めて会った時、お前がすごく羨ましかったんだ。たくさんの仲間や友達に囲まれてて、幸せそうで、すごく羨ましかったんだ。ああ、私がこっち側だったら私もたくさんの仲間や友達ができたのかなって。でもな、違うんだ。お前に出会って、お前と一緒に過ごして、初めて、お前だからできたんだって気づいた。どっち側だなんて関係ない。私にはないものをお前は持ってる。そんなこと、
ない。私は一人じゃ何もできないし、いつもみんなに迷惑ばかりかけてるし。力だってなんだって闇ちゃんの方がすごいし、私には闇ちゃんがいないとダメなの。だから。主。私にはなかったお前のその優しさがみんなを、私を救ってくれたんだ。きっとお前ならなんだってできる。闇ちゃん。私の代わりに前の力になってやってくれ。闇ちゃん。主。お前と過ごした時間、そんなに長くなかったけど、すごく、楽しかった。ありがとう。闇ちゃん。ねえ、目を開けてよ。闇ちゃん。うぷ主。お前髪が。闇ちゃん。つまんねえ。最後なんだからもっと恨みとか憎しみとかあるでしょ。くったらない話を聞かされてがっかりだよ。まあいいや。じゃあみんなそいつの後を追ってもらうよ。くだらない？はぁ？お前には大切な人はいないのか。あはは。何を言うかと思えば。強いて言うなら自分かな。寂しい奴だな。はぁ？そりゃ誰だって自分のことが一番大事だろうよ。綺麗事ばっか言ってんじゃねえよ。何？く。く、ふざけるな化け物め。私のことはどう言おうが構わない。だけど、あいつはな、自分に残された時間が少ないことを知っていながら、その時間を自分のためじゃなくて、大切な人のために使える優しい奴だったんだ。そんなあいつをくだらないと言ったお前だけは絶対に許さない。言うと、まい、ここは私に任せてくれないか。姉ちゃん。団長。わかったよ。はい。ありがとう。それと言うと、君の言葉を少し借りるよ。やめろ、来るな。僕は帰らせてもらう。これからまだまだやりたいことがあるんでね。バーンアップ。なんだこれ。やめろ。ありえない。すげえ。一撃で。うぷ主、やっぱり闇は。闇ちゃん。いろんな薬を試してみたんだけど。ごめんなさい。でも私がこの姿に戻ったってことは、そういうことなんだと思う。闇ちゃんごめんね。私もあなたと過ごした時間、すごく楽しかったよ。さよなら。待ってください。私なら、闇井さんを救えるかもしれません。え？それは本当か？手は全部尽くしたけどダメだったわ。一体どうやって？もともと小家族というのは怪我や事故、その他の外的要因以外、つまり病気や老いでは絶対に死なない半分不死身の一族なんです。それゆえに、周りの人間たちからは、化け物、などと疎まれ、忌み、嫌われていました。きっともともとはそれが原因で。まい。すみません。話が脱線してしまいました。氷家族の不死の秘密はこの頭についてるバラにあるんです。このバラが外界のエネルギーを吸って直接私たちの体内にエネルギーを送り込むことで永遠に生き続けられるのです。そこで、今回はその逆で私の体内のエネルギーをバラに送り、そのエネルギーを闇井さんに流し込めばきっと、闇井さんは生き返ります。そんなことしてまい、君は大丈夫なのか？はい、大丈夫です。心配いりません。
では早速やってみますね。これで、きっと。え？本当に生き返ってる。こんなことって。まさか。みんな喜んでくれたかな？ヤミーさん。こんな私でも、誰かを救うことができたかな？そうだったらいいな。ふふ、おかしいな。自分の心なんてとっくに凍らせたはずなのに、なんだかとっても、温かい。まい。まい。私たちのせいで今まで辛い思いをさせてきてごめんね。これからはずっと一緒だ。お父さん、お母さん、ずっと会いたかった。大好き。ここは、私、撃たれたはずじゃ。ヤミちゃん、マイがね。マイが助けてくれたんだよ。マイが。へへ、礼を言わねえとな。マイ。あれ？さっきまでそこにいたんだけど。どこ行っちゃったんでしょうか？あの子なら、多分こっちよ。なんだよ。今日一番の活躍者のくせに照れてんのか？ここよ。おいおいエイリン。冗談はやめろよ。マイなんてどこにも。まさか。おい、エイリン。そうなのか？ええ、そうよ。この青いバラが彼女だと思う。え、どういうことなんだよ。人の命を生き返らせるなんてこと、何の対価もなしになんてありえないのよ。え、だからそれは外からのエネルギーがなんたらとか。延命だけならそれで十分かもしれないわね。でもね、一度死んだ人を生き返らせるほどのエネルギーなんか、そんなんじゃ絶対に集まらないのよ。だからあの子はきっと、自分の体にある全エネルギーをこの子を生き返らせるために使ったのよ。つまり、自分の命を引き換えにしてこの子を生き返らせたってこと。そんな、バカ野郎。それでお前が死んだら何の意味もねえじゃんかよ。きっと舞ちゃんにとって、あなたはそれほど大切な存在だったってことなんでしょう。マイ。ヤミーさん、ありがとう。
ヤミちゃんはもう私の半分じゃなくなったんでしょ？これからどうするの？私たちと一緒に来なよ。そうだな。その誘いは嬉しいけど、これからはマイの奴が大好きだった人間を。マイにもらったこの命で、この体で、この目で、見ていきたいって思ってる。そっか。もちろん定期的に、お前のその間抜けな顔を拝みに行ってやるから心配すんな。ちょっと間抜けってひどい。へへ。ふふ。じゃあしばらくはお別れだな。うん。じゃあな、みー。バイバイ。